あから始まるタレントです。 FM 山口なすびま足立由美、うん、子役でピークを迎え芸人と結婚し好感度を上げようとするもマイナスに作用してしまい今では魅力のかけらもないおばさん。これはもう事務所許可出ませんね。これは一発目ひどいよもう。まあでも上げときましょうかね。ああ上げるんですね、うん。FM 山口なすびま芦田愛菜、一般サラリーマンの生涯賃金を7歳にして稼ぎ終えた化け物。これ集まると分かりやすいですからね。うん、そうですね。ラジオの長寿ギガジャクソン、あ、天海祐希、ドン・キホーテでピンクローターを買う時も堂々としている素晴らしい女優。これは褒めてますね。まあ褒めてよ、でも事実じゃないですよね。わかる。なんで天海さん堂々と買いそうだよな。なんか減っちゃう。さすがにでもドン・キホーテには行かない感じするね。ああちゃんとした、大人のおもちゃの店に行って堂々と入って、ああ、そうかな。自分のサイズとか伝えたりして12ぐらいあるみたいな。あるんですね、そんなサイズがね。12っていう単位があるんだ。よく分かんない。FM 口なすびの安藤美姫、うん、昔の可愛さは陰りを見せバカみたいに回っている時の顔がややエロいというのが現在唯一の武器である天才フィギュアスケーター。天才つけたからって、うん、いや褒めてますよね。いやいや天才つけただけでしょ、うん、陰りもないっつってんでしょ。コーチとの恋の話やだわ。ああ安藤美姫応援してたからさ、ね、モロゾフコーチ、はいはい、噂は聞きますけど ね、ラジオネーム長寿ギガジャクソン、赤井秀和、うん、突然巨大化し同じく巨大化した金玉を振り子のように使用し浅間山荘を破壊する警察関係者。警察違うでしょ。違うでしょ。今警察関係者じゃないでしょ。いやでも赤井秀和さん、今の赤井秀和さんを伝えるにはこれが一番でしょ。金玉振り回す代表作どついたるねんとかさ、まあ、そんなの言ってもちょっと今の赤井さんじゃないからね。まあそうですかね。この金玉で浅間山荘を破壊したっていうのは分かりやすい。破壊はしないでしょ。2013年度版を目指してますからね。だからちょうどいいんじゃないですか。巨大版ね。ラジオの長寿ギガジャクソン、代表作とかも書いていってもらってもいいですけどね。ど辞書っぽくね、うんうん、赤坂康彦、うん、曲紹介だけで金を儲けなおかつ女を金で騙す典型的な詐欺師。詐欺師ってもう詐欺師言ったらダメでしょこれ。ちょっとこれはちょっと採用されないかもしれないですね。採用、あ、そうですね、不採用ですね。じゃあ、うんうん、ラジオの長寿ギガジャクソン、秋川雅史、ケツの穴から息を吸って体中に溜めた空気を一気に口から放出して歌声としみんなに届けている歌手。まあ、ケツから入れちゃうんだね。いや入れてないとは思いますよ多分、うん、だからあの声量なんだろう。うん、いやいやそれはもう稽古してなんかすごい声量なわけでしょ。呼吸がでもクソみたいな匂いするかもしれない。ケツから吸い込む。ケツから入れてると吸えなんですよ。入れてないでしょ多分。すんげえだってガバガバでしょそしたら。吸うんでしょだってそんな呼吸器ついてないですよケツに。いやちょっとあんまりまくし立てて突っ込まないでよ。でここ、ま、漫才師じゃないんだから。いやいやいやそんなつもりないんですけどごめんなさい。なんか出ちゃうのね。いや出ちゃうんですよ。FM 長崎ロファスカパホテルの社長表には出てはいけない顔なのに地位がそうさせるのか誰からも突っ込まれない人物。やっぱりワンマン経営ってそういうもんだよね。まあそうですね。ね創業者とか ね、 創業者そうですね。CM とかでもあるもんね。やっぱ社長が出てくるやつね。出てますね。私が証明ですみたいな。お前出ない方がイメージいいのになみたいなさ。そうですね。あれ昨日かなんか一昨日かなんかテレビ出てたんで、うん、それ見てたんでしょうね。見てたんだね。だからお前みたいなやつがやっぱ腹心に行った方がいいよね。アパホテルとかね。おいおいこらこらこらダメダメ出ちゃダメだよ言う人が意外と会社組織ってのはおかしくなっていきますからね。なあ何かの右腕がいないとね。FM 山口ブラブラブラする、アニマル浜口、もう娘をしごくことで興奮を得る変態、声がとてつもなく大きいので会話した人たちを耳鼻科送りにする妖怪好きみたいになっちゃって妖怪でしょもうそうなるとモンスター現れるでしょもう。 FM 食いブヒー童貞と新井中、志村けんに全てを持っていかれた芸能界の典型的な負け組。いやいや
終わってますもう。これ一行ぐらいでするというのもありますからね。辞書っていうのは。いや、ないでしょ。もう単なる悪口でしょ、もう。いいんじゃないですか。うん。ラジオ三平、相川金也、うん。誰も待っていないのにもかかわらず、おマットさんですと、などと言い放ち、女性タレントの楽屋へ入り込んでは、下の名前を呼び捨てにする礼儀知らず。誰も待ってないのに。あけぼの太郎。その圧倒的な弱さで大は小を兼ねるということわざに一石を投じ続けているハワイアンデブ最後デブじゃなきゃなFM 群馬祈祷がマッカーサー有吉弘行広島に産み落とされた神童神をも恐れぬその言動はセンスが生んだ化け物とも軽妙な語り口と切れ味抜群のコメントからお笑い界のメッシュと称される一枚あげとく。それをあげるんだ。うん。褒められるのすごい好きなんだよな、あの人。いいですね。はい。ラジオネーム、超獣ギガジャクソン。岩下志麻。チンコの銃口を向けてきたシル男優に対して、アホンダラ、撃てるもんなら撃ってみーと言って、シル男優に負けない唯一の熟女。ラジオネーム、トリッコ。井上晴美。ヘアヌードになるというのでポコチンを固くしティッシュを準備していたら確かにパイオツとおけけを晒してはいたものの頭を坊主狩りにするという余計な芸術要素をぶっ込んだたわけ結構前の話だけどあげましょうこれも確か同感ですよねラジオネーム眼力強し一国堂、うん比較的体が小さい人間を中心に首元あたりに大きな穴を開けそこに手を突っ込み無理やり喋らせることでお金を稼ぐ狂気的な人形人形じゃないかなレッパーザキバチョフ市原悦子数々のドラマに出演し日本昔話などのナレーターとして活躍する一面も持つ日本を代表する女優代表作アウトレイジの三能会組長役上回るレッツゴ万引き G メン石坂浩二日本男子が抱きたい女性芸能人第1位こと浅岡瑠璃子のみだらな肉体を軽々しく奪った上平然と捨てた悪魔のような男夜の何でも鑑定団と称し毎晩のように女性の体を査定しては味見までしている悪しき性欲の塊代表作白い巨根見て肛門あげときましょう上野群馬だし巻きくん、うん、石坂浩二人気あるな半径2メートル以内であればオープンザプライスという呪文でいとも簡単に好きな女性の股をこじ開けることができる魔法使い一茶や日野翔平をはじめ多くのやりちんたちからしょっちゅう仕事の依頼を受けるため年の瀬に向け大忙しそんなイメージあんのかなワーギナンマイク井上光三己の離婚を差し置いて人様の市場に口を挟む愚か者大物司会者には滅法弱腰で長いものには巻かれろがモットーである汚い大人なんかされたのかよラジオネームパブリチェンコ池上彰バカどもに社会人なら知ってて当然の一般常識をひけらかすことでギンギンに勃起する特殊性癖の持ち主そんなことあるかなそんなこといい質問ですねあげときますラジオにファンタスティカラだ稲川淳二ただの世間話を血走った目と汚いひげを見せつけ怖そうにこじつけて話すだけで大金を稼ぐ成金階段じじい血走った目そうですけどねラジオネーム三平、うん、磯野キリコ、うん、
ひな壇の片隅からとんでもない大嘘を放り込むヒステリックババドル。ドッキリ系の番組に出るたびに性格の悪さが浮き彫りになり、どんどん笑えない女になってきている。代表作解明からの解明。ラジオの三平、生田斗真、超絶イケメンのくせに一切調子に乗っている素振りを見せないゲスナー泣かせのクソ野郎。いやもう悪口言うなよ。ないんだったら。悪いところないんだろじゃん。ラジオのワーギナーマイク、石原さとみ、この前夢でお兄ちゃんって呼んでもいい？と言ってきてくれた僕の可愛い妹、妹といけない関係になってみたいという新たな性癖を呼び覚ましてくれたニックキ妹。怖い怖い怖いよ。ねえねえ三平、池谷幸雄&池谷直樹、走る飛ぶ食う寝る浮気する、走る飛ぶ、このサイクルを永遠繰り返すだけのサスケブラザーズ代表作なし。あるあるある、メダリストだよメダリスト、あげよう。あー面白い。ラジオネームケツダシエッフェルト、伊藤秀明、年齢37歳で意外とおじさん、2005年あたりから何度も何度も猿のように騒いで海で死にかけるという気候が目立つ。ちなみに旧芸名は安倍淳太。本当。どうしようかな、ラストぐらいしましょうか、はい、あまだもうちょっといけたな、うん、ラジオのケツダシエッフェルト、井筒和幸、パッチギパッチギうるせえ三流映画監督、妻夫木聡の書きたれ。言いかけたようなわけ言うんじゃねえよ普通に。ラジオの眼力強し、石倉三郎、金玉みたいな顔をしていると言われているが、真の姿こそが金玉なのであって、俳優業はあくまで副業、もっぱら玉袋の中でおとなしくしている。言ってんだよ。なんで。ラスト、はい、FM 群馬ラージオネームラーメンちょびひげガール、うん、伊藤博文、うん、漱石の足元にも及ばないただのひげ職人。うんこのうですね。うんこのう、まあ、はい、合ってますけどね。上村かな、校舎3階の個室トイレを3回ノックし、花子さんいらっしゃいますかと質問すると、いるんやでーと叫びながらアコギを片手に飛び出してきて、9分にも及ぶ長ったらしいトイレ漫談を披露するリアル花子。課長しよう、課長しようみたいな感じですね。ラジオ長寿ギガジャクソン、梅津和夫、年齢よりも童貞歴の方が長い不思議な三節婚、武器ですね、三つの節がね。ラジオ三平、内田裕也、ニューイヤーにとんでもない連中を集め、ロックフェスティバルと称したチンピラ大運動会を開催している住所不定無職の老人、キキキリンに黒電話の受話器で頭を殴られて以来、ロックンロールとシェゲナベベしか言えなくなってしまった住所不定無職の老人である。代表作白龍という白龍じゃないですか、作ってないですけど、白龍を製造してないですけどね。ラジオ長寿ギガジャクソン、内村航平、池谷幸雄がメダルを取れたなら俺も取れるだろうと思い、軽く練習し適当に池谷幸雄を超えた男、余談だが池谷幸雄は浮気をしているので将来地獄に落ちる。なんで浮から池谷に持ってったんだよ。内村航平のこと言えよ、お前プロフィールなんだから。ラジオネーム三平、うん、宇崎竜道、日本で唯一のボスジャンコレクター、季節を問わず常にボスジャンを着ているため周囲の人間からボス呼ばわりされているが、本人はまんざらでもない様子。ボスジャン
出るね出るね。だねえラジオ北別府ウド鈴木相方のごめんなさい相方の秋元康にプロデュースされていなければ頭のおかしい人で終わっていた金髪変態クズ野郎代表作ブラックマッシュルームビスケッツ。大丈夫タケミ梅沢富美男どう見ても19歳なのでタバコを噛むとき年齢確認されてしまう童顔界のプリンス。大丈夫三平梅田直樹梅ちゃんってやつですね、はい、まさか翼元夫という、はい、日経サイエンスニュートンと並ぶ三大科学雑誌の一つメンズエッグの読者モデルだったが紆余曲折を経て現在は住所不定無職のメンズエッグ読者になり下がっている。いやさてさっきもあった住所不定無職のやつばっかり探すんじゃないよ。ラジオネームゴルゴ31浦沢直樹20世紀少年の作者ブスとセックスするときは顔に友達のマスクをかぶせ顔写する悪魔的に変態なエロ漫画家。ブスとセックスするとき顔に友達のマスクかぶせるっていうのもなかなかあるけどこっちがかぶっちゃうっていうのはあるけどねけどねじゃないんだ乗っかんじゃないよそんな。大丈夫北別府、うん、上田正史ストーリーを思いつかないという漫画家として致命的な欠点を持つため下ネタ、小ネタ、マニアックネタなんでなんとか4コマを毎日毎日しのいでいる綱渡り漫画家代表作チンポコちゃん、フリチンくんフリテンくんね、フリテンくんね FM 三重ダイナ和秀の事件簿宇多田ヒカル人間活動に専念したいというクソつまんねえ理由で仕事をぶっちしまくっている笠井智美系おばさん。笠井智美系ってのがもうできてんだもん。宇多田系だろじゃあ逆だろ。ラジオ三平宇多田ヒカル初出演のヘイヘイヘイでダウンタウン様にタメ口を聞いたアメリカ仕込みのシンガーソングビッチ現在はヒッキーと名乗って豪邸に引きこもっている。ラジオネームラッパーザキバチョフウーピーゴールドバーグハリウッドを代表する女優少しでも嫌なことをされると切れて相手に母乳をぶっかけるわがままゴリラ。言いたい放題言いたい放題だもうひどすぎる。ラジオネームペケミニうちの正明幼少期近所に住む白髪で研究者風の老人から車の中で女性のおっぱいを揉むとその車はタイムマシンになるんじゃよと言われたことを真に受けその日以来何度もタイムスリップにチャレンジするがフライデーに取られ未来が変わった以外は何も起こらないので最近になってようやくジジイに騙されたと気づく。代表作ファックトゥーザティーチャー。言ってえな本当な。ラジオの夜嫌いの夜行性宇都宮みどり本名井川美恵子旧姓宇都宮日本のタレント女優作家相川金也の玉金の管理人を務める楠田恵理子平野レミなどと似ているがもしかしたら三姉妹なのかもしれない。いや辞書にしますからもしかしたらって入れないでください。ラジオネームベーキングパウダーウォーレン・クロマティ元プロ野球選手愛称はクロー勝敗がつくまで試合を続ける大リーガーとは違い引き分けがある日本のプロ野球に対する違和感を妹とキスするみたいと表現したことでも有名。
ってないけどね。ラストぐらいにしましょうか。この子多いけどあんま好きじゃないな。これにしよう。FM 宮崎騙しやすけし、宇梶隆、バラエティ番組やドラマに出てそこそこの結果は残すものの体制はしない器用貧乏なゴーレム。はい、絵ですね、はい。ラジオネーム北別府、エディ・マーフィー、日本が世界に誇る天才声優、山寺宏一の声に合わせて動くだけの三流コメディアン。崩れ俳優、コメディアン崩れ俳優。逆ですけどね。逆ですよね。大丈夫。三平、海老原由里、確かに美人モデルではあるが、引き立て役の押し切り萌氏の存在がなければ今の地位はなかっただろう。押し切りに感謝。そうなんだ、引き立て役なんだ。そうなるんだな。で、押し切り萌もだ、もう30ぐらいでね。まあそうですね、結婚もしてないし、特に噂もないし、これ負け犬キャラになっていくかもしれないね、今からね。そうかもしれないですよね。ああそうだ、人生いろいろですよ本当に。板野友美のやっぱりが卒業するでしょ。はいはいはい。で、板野友美のちょっとなんかインタビューとか聞くと、やっぱなんか異様な大物感出してくるよね、あれね。びっくりするよね、なんかね。やっぱあの、チームのやっぱトップのやっぱ人間だと、やっぱ貫禄が出てくるんでしょうね。そうなんじゃないですか。下の人間もやっぱいっぱい従えてっから。まあ、私はまあ、次の人生は、あの、やりますよ。そこまでやってた、はい、そこまで出してた。やっぱ私の、長い私の人生ですからね。それはもういつまでもやっぱ同じところにね、とどまってはいられないですからね。やっぱ俺はやっぱりあの、新団体作るんだね。長州力になってる。途中から。くだらないよ、それ。ラジオネーム、とびっこ。はい。江本武則、プロ野球選手現役時代には、甘いマスクから女性人気は抜群、なめなめしながら同時にちょびひげでお豆をブラッシングする夜の技巧派エースとして君臨。しかし、お股が臭いから君臨ができへんの暴言とともにひげを剃り落とし球界を引退。著者には、著書にカリビアン .com を10倍楽しく見る方法がある。一枚あげよう。パン。でも三平。MCAT、ボンバヘ、ファンキーガッツマンなど、報復絶倒のコミックソングを量産し続ける奇跡のラップ職人。こんばんは、MCAT です。の一言だけで笑いを取れる天才コメディアンでもある。年齢52歳。もう一度あげよう。パン。でも三平、遠藤久美子、元前頭筆頭のマイナー力士、栃栄と結婚したと噂されていたが、後に同姓同名の一般女性だったことが判明した。栃栄には幸せになってほしいものである。誰とでんかでもなんでねえよ。ほとんど栃栄でしょ。ラッパーザキバチョフ、M フロー、なぜか世間一般ではおしゃれ扱いだが、わけのわからないサングラスやら指輪やらうんこやらをつけて歌うチンパンジー。代表曲「道のく一人旅」。全然違うわ。途中から書くの嫌になったみたいな感じで雑になっちゃう。大丈夫、北別府。エジソン、19世紀から20世紀にかけての発明王として名を馳せるが、彼の死後、破壊王橋本真也の手によって全てをぶち壊されたかわいそうなしかめっ面おじさん。代表的発明、ピンクローターペニスバンド。だからめちゃくちゃなんだ。ラジオネーム、エジルの左足、江口洋介、
陰毛のような汚いロン毛が印象的な日本を代表する過大評価俳優の一人。喋る時には異常に首を動かし演技に迫力を出しているつもりだが、共演者スタッフには陰で六六尾というあだ名をつけられて笑われている。武田鉄矢の書き垂れとしても有名、代表作うるさい首。お前いかにしろよ本当に。ラジオネーム北別府。榎本かな子。大魔神佐々木和弘が指で乳首を挟み見事に落とした野球人生最高のフォークボール。何のうまいこと言えつかないんだよ。タレントメーカーって書いてあるね。ラジオネームゴルゴサーティワン。エレーナ・イシンバエワ。全世界の視線を脇に集中させ、脇が青ければ大吉という脇おみくじを何の予告もやり出すロシアのおばさん。いやこれ許さない、俺はもうイシンバエワが大好きです。ロシアのおばさんって言われたらちょっと俺も黙ってらっしゃるね。はい、危うくイエローカード出すんです。ラッパーザキバッチョフ。エアロスミス。数々の記録を打ち立てた偉大なるミュージシャン。代表曲泳げたい焼き君。いい加減だよ。こんな情報載せないよ。本当もラジオネームダイエットは明日から FM 福井。エミネム。チビで貧乏なためか常にサイズの合わないダボダボの服を着ており、さらにはわけのわからない呪文のような言葉を CD に吹き込んでは売り歩いている怪しいおじさん。代表作フェラチオ言わせろ。おですね、はい、ラジオの三平。小田切城。和製ジョニー・デップとして大人気だったが、韓国の飲食店でサインを求められた際、何の迷いもなく高田久美と書いてしまったため、みそのの姉であることがバレてしまったおっちょこちょい。全然意味わかんない。何なの何なのこれ、何かあるのかな。もう全然意味わかんない。事実としてあるんだったらね、ラジオネームラッパーザキマチョフ。あったんだよ、事実としてあったんだ。あったんですか、そういうことが。こんなことしてんだ。高田久美って書いたんだ。書いたんだ。あー、なるほどなるほど。すいません、ちょっと勉強不足ですいません。謝る気ないだろ。謝る気ないじゃないかよ。大丈夫、ラッパーだけ待ちましょう。大沢たかお。射精するときに「ネスカフェ!」と叫ぶ知る男優。そんなことないね。本当かねこれも。本当じゃないよ。本当じゃないよそれ。ラジオのゴルゴ31。大林素子。股間に八王子実践と書いたタトゥーを入れ、社会の疑問に鋭くメスを入れ続けるペチャパイ評論家。高速道路に乗る際はトンネルで体をかがめてみせるので、そこがシャッターチャンス。シャッターチャンスじゃないんだよ。八王子実践。八王子実践。ラジオネームは真面目。オダムド。お坊さんイコール善人という概念を覆した奇才。具体的に何をしたのかは知らないが、わざわざ調べるのも面倒なので書かない。今は東京スカパラダイスオーケストラに所属している。してねえ。嘘つけ。嘘つけよ。なんで嘘つくんだよ。タレントメーカー作ろうっつってね。スカパラに入ってんの今。入ってないだろ。ムドちゃん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 で帰って。ラジオのラッパーザキバチョフ。太田裕樹。1対1でチンコを立てて相手のアナルに入れた方が勝ちというチンコフェンシングの銀メダリスト。金メダルはチンコフェンシング最強の男前田健。前健ね、前健強いだろうね。レジェンド三平。大隅健也。小柳ルミ子60歳と離婚する際、バックダンサーに戻るか1億円の慰謝料を払うかという条件を突きつけられ、1億円払いますと即答したやつ。確かにこれは本当正確な本当に情報ですよね。
ね、ラジオのチェーンギャング、大泉逸郎、演歌界ののけもの大ヒット曲が孫だけという世にも珍しい演歌の一発屋、しかもその後懲りずに孫女の子バージョン、孫びいきなどを出すも大してヒットせず現在に至る。計算したところ、その孫も現在19歳、孫という名の宝物は明らかにボーボーである。くだらない、くだらない人ばっかり。ラジオネームチェーンギャング、オール巨人、漫才界の生ける伝説、芸人界に安定と秩序を保ち、神をも恐れぬパワーから横山やすし、明石家さんま、有吉弘行も一目置く存在。豆知識として、本人は阪神タイガースファンである。最近では太平三郎や四圧野郎、プラスマイナス金光にモノマネをされ舐められている傾向にある。そんなことねえわ。相変わらず怖いよ。ラジオ北別府、小栗旬、女を個室に連れ込んでは食らう鬼、しかし山田優に股間の金棒をつかまれて以来あまり身動きが取れない。代表作花より便所。ラジオネーム根は真面目、織田信長、勃起したチンコにろうを塗り火をつけ、光秀くんを驚かそうと待っていたら本能寺が燃えて死んじゃったおっちょこちょいなハゲ侍、彼には獅子戸城を見習ってもらいたいものである。やめなさい、トロン。いっぱいなんと。ラジオネーム北別府、小倉智明、朝から小室製朝からこうるせえことしか言わない典型的クズ親父、あの番組を見て得だと思ったことは一度もない。俺は加藤テリー派だ。代表作マラタツ、マラタツ。ただの批判ですよね、もうね。ただの批判、本当にただの批判。大島優子、彼女のパンティーは食べることができるパンティーであり、パンはパンでも食べられないパンは、答えパンツという謎々を根底から覆すノーベル賞もの奇跡の存在。まあ、食べられるだろうね。食べられないわ。食べられないわ。ラジオに根は真面目、大黒摩季、日本の歌手、代表曲はラララ、夏が来る、熱くなれなどがある。ちなみにジャネット・ジャクソン、木の実奈々、リリコ、青山テルマ、そして大黒は全て松崎しげるのチンカスである。そうなんだ。そうじゃないけどね。そうじゃないですよ。以上。結構飲み込んじゃダメよ、ね。